元気したや大輔と申します。今回はケッキングという怠け者の中の怠け者を使ってランクマッチも打っていきます。ケッキングというとね、この特性の怠け、これによって2ターンに1回ね、動けないというところが大きなデメリットになってしまっていてですね、高い種族値も活かせないという、そういったケッキングなんですけれども、先日の動画で紹介したこのフクスロー、研磨してバトンタッチでみたいなのってやれば、ケッキングのもう圧倒的火力、圧倒的耐久力で、もうドレインパンチ等々で、ドレインしながら戦っていけば、普通にね、この特性怠けであっても、相手のね、敵をめった打ちにしていけるんじゃないかなというところで、このケッキング使っていきます。それでは皆さんも、この動画はケッキングのように横になってご覧ください。お願いします。はい、ワッチングしました。イッシュさんお願いします。イッシュという割には、イッシュ地方のポケモンがいないパーティーか。これ、ディンルー、ウーラオス、コータス、ウネルミナモ、ハバタクカミ、ウガツ、ホムラか。っていうところなんで、いや、初手、ハバカミ行くか、これ。この、パワージェムで。タルップルで受け流して、直機持ってるケッキングで殴り合えば勝ちなんじゃないでしょうか。お願いします。はい、お願いします。はい、来た、コータス。はい、来ちゃった。はい、はい、お前終わり、コータス。はい。というところで、日差しをかましてきちゃったら、古代活性で上がっていく素早さ。前はこの羽ばたく髪のパワージェムを受けられるかな。はい、パワージェム。はい、コータス。いやー、倒しきれないか。さあ、ただ。あくびかまされちゃったか。いや、タルップルで普通に受かるわ、こいつのオーバーヒートは。分かってるだろうな。さあ、タルップルここ行って。テラスタル、あー、なんだこれ。ゴーストテラス。お、何をしてる。呪いか。うー、なるほど。あー、首入れて、呪い入れて。いや、でも、それさ、ハレターンが。あー、でもさ、熱い岩持ってんのかな、これ。普通だったらもう、ハレターンがあと3ターンぐらいになっちゃうから。多分これは、そうだな、呪いを入れて、多分熱いは持ってんだろうな。これ呪い入れるってことは多分裏からなんか積みポケ来るね。うがつホムラあの頃頑張った？いや、ただうがつホムラの古代活性であれば、素早さってことは龍舞積んでくるね。じゃあもう、いや、違うな、これ宿りだ。絶対宿り。龍舞積んでくるね。オッケーオッケー。龍舞積んできて、ただ、幅髪はこっちスカーフだから1枚だったら、幅髪の方が多分まだ早いんだよ。宿り木ぶち込んで、そうそうそう。いや、これ絶対幅髪の方が早いはずだから、ここで宿り木でちまっとね、ちまっと削って、で、呪いは入っちゃうんだけど、いやー、これドラゴン技打ってくるかな。いや、ドラゴン技読みの幅髪はあるな。いや、ここスケールショット来たら、確実に幅髪を抜かれるんだよな。うがつホムラってさ、90何族だっけ？ってことは、160あるか？ってことは、2段階上昇300超えて、いや、ごめん、俺、スケショット読むわ、これ。幅髪いくわ。いや、ここ、スケショだと思う。俺だったら、スケショ、ドラゴン技打つと思う。この技は打てないはず。レッティングゴーして、ワイドブレーカー、オッケ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 ー。いや、完璧、これ。これ、完璧ですよ。それ、宿りで、ちまっと削って、相手目線、龍舞積んでるから、つって、幅髪より早いだろ、つって来るから、そこに、パワージェムよ。はい、パワージェム、スカーフー。いや、削りきれないか。ただ、これ、なにこれ。ちょっと、待って、待って、待って、弱チェン保険は弱チェン保険の大奮撃。いや、まあ、オッケー、いや、幅髪よくやったわ。で、あとは、大奮撃だ。だから、ここは、ケッキング行って、で、大奮撃でもう相手、これ、縛ってる状態だよね。バッテリーが出ない。バッテリーが切れるが、これ3ターンでしょ。だから、ここ、ケッキングで、しっかりと、ここは、確実に、不意打ちで倒していく。オッケー。いや、これができるのがね、この不意打ちケッキングの怖さなんですよね。ケッキングの攻撃、実数値230、ね、いくつからのうねるミナモが来る。いや、ただこのミナモちゃんは、活性で活性していくのが素早さでしょ。ってことは、火力はそんな自信ないでしょ。だから、ハイドリングスチーム来るでしょ。だから、ここで、タルップルにしっかり変えて、あれターン2ターン経過させちまえば、もうこれはタルップルお前は突破できんのかっていう話になるんじゃないこれ。タルップルの出番だ。畑落とすなんだこれ。いや、しかしこれ畑はさ、うねるみなもって物理型だったりするのかな。こんなはずはない。玉、オッケー。玉畑。
ってことはもう次で日本バレも終わるんで、まあ自己採打とか。AB 持ってるかどうかでしょう。だって AB ドラゴン技持ってるか。アイドルセーブ、いやこれ耐えるよ、これ耐えるよ。はい余裕はいタルップル、お前突破できないいやごめん、これタルップル強えわ。うん、普通にさ、もう相手の攻撃全部受けるもん、全受け。はい、ありがとうございましたまあ普通にでもあそこのケッキングの不意打ちがなかったら負けてたかな。よし、ありがとうございました。はい、ワッチングしました。ジャンヌダルクさんお願いします。相手のマッチ、オーロンゲ、カビゴン、羽ばたく、神、ウーラオス、オーガポン、叫ぶしっぽか。壁とか張ってくんだったら、フクスローで済ましてもらおうか。ブアウッツェルかな。で、ラストケッキングで全員ぶっ倒す。お願いします。はい、お願いします。あ、叫ぶしっぽから来るか。こいつもアンコールとか持ってるかな。それがちょっとめんどくさいところであるんだけど。まあ、剣舞から入ろうか。アンコール持ってたらもう、その時はその時だ。壁張りの方もあるからな。オーロンゲがいたからな。オーロンゲが壁がかりで、ステロアンコールなんじゃねえかっていう読みは、的中しないでいただきたい。あー、壁張りか。怖がる必要は全くなくて、全くなくて、剣舞連打、ステルスロック、うん、壁ステロ、壁ステロ、壁ステロ、雨ゴンドウだな。雨ゴンドウしてくんだったら、剣舞三髄まで行っちゃおうか。叫ぶ尻尾はじゃれつくは外していくけど、まあ別に当たってもそんなに痛くないので、剣舞ぶちかまして、いやどうしようかな、一発フェザーナン入れとくか。リフレクターが粘土持ちだとしたらあと5ターン、フェザーダウンあと4ターン、バトンタッチあと3ターン。いやこれフェザーダウンでちょっとでも壁のターンを枯らそうか。じゃれつく、いや全然痛くないねこれ。でフェザーダンシングヒーローしてって、ここからここでバトンタッチいっちゃうと、機械がリフレクターだから、いや、ここね、フェザーダンもう一発いくわ。おーっと、引っ込めてくれた。さあ、これ裏が物理アタッカー結構多かったんで、オッケー、カビゴン。このカビツゴンに、しっかりとフェザーダンスが入っていくことによって、それでカビゴンの一撃、冷凍パンチとか来ても耐えるから、いや、これ、フェザーダン連打いくわ。連打いっちゃって、でカビゴンはうーわーそれされちゃっちゃったらもう全部終わりだいやごめん、フクスロー寝かすわ。で起きた時にバトンタッチすればいいわ。でこうフェザーダン連打でカビゴンはもうこれでほとんどアタッカー性能ないんで、磯のリサイクル、うーん木の実持ちか。木の実持ちってことは次にフクスローは、もうバトンタッチここ連打いっちゃおっか、じゃあ。あくび相手絶対打たないから。引っ込めてきて。叫ぶ尻尾が来るか何が来るか。オーガポンか。ちょっと待てよ。オーガポンが来るんだったら、これプラン B だ。プラン B 行くわ。フクスローは、相手みたいにこれフクスロー居座ってるってことは、もう絶対なんかね、考えてるなって。じゃあもうフクスロー早めに倒そうっつって、スタカンも来るじゃん。バウッツェルの出番なんじゃい。このバウッツェルに打ってしまうのか、お前は。打つか、打つか。なんだ、その気合ダメとかいうわけわかんねえ技は。おいおいおい、やめろやめろやめろ。いや、わかったわ。これね、気合ダメって、急所ランク2段階アップなんですよ。オーガポンのツタコンボは、急所ランク1段階高いんだよね。だから、それ確定急所でツタコンボ来るから、そこを普通に受けて、ボディープレス行こう。はい、ツタコンボ打っちゃった。はい、こんがりボディ。はい、はい。はい、バウッツェル強すぎる。はい、ボディープレスでお前は終わりなんだよ。ですよね。うん。型破りでいけるじゃん。ウッドホーンでいけんじゃん。急所当てればいいじゃん。つっても、残念ながらこのバウッツェルを前に、それはさせないんですよ。はい、オーガポン突破。あとはもう、フクスローの、フェザーダンシングレンダルが出る。よしよし、ハサケムシっぽく来てしまうので、あくび当てとこっかな。あくび当てて、で、ボディープレスいこうか。リフレクチャー貼っちゃっても、あくびをかましてしまえば、お前は裏に引くしかなくなるよ。で、ボディープレス、でもサケムシっぽが普通に座ってきたらめんどくせえんだよな。そうなんだよな。ただこの叫ぶ尻尾があれ確定したんだよな、あの持ち物がバウッツェル突破できないんじゃねえの。やっぱ地団打で削るがいいかな。
もうジャレツカート4回ぐらい打たないと倒せないとなると、このダメージレースに勝っていくのはこちらのお犬ちゃんなんじゃないでしょうか。次男だとかってどうしよう。いやこれね、おい分かったわ、これ俺バグってるはもう叫ぶ尻尾をちょこちょこ削ってくれれば、あとはもうケッキングに任しちゃおうかな。こっちにあくびって、おっと引っ込めてくれた、ありがとう。あくびぶち込んで、多分ウイの実とかフィラの実とかその辺の実持ってるだろうから、ちょっとボディプレでいっちゃっていいんじゃねえかな。あ打ってるわ。でガビゴンを引っ込めて、そボディープレスでもうプリンをぐちゃぐちゃにね、パステルのね、この美味しい美味しいプリンちゃんを、昔からあるね、これさすが古代活性してるから、パステルのプリンってあの古代活性しすぎちゃってもう神格化されてるんで、まあ、こう普通にあくび打って、で叫ぶ尻尾は眠っちゃってるけど、フクスローチェンジの研磨ガンツビを、で目覚ましたところで、はい、じゃれつくは残念ながら15個ぐらいしか入ってないんで、あくびがぶちまかれちゃって、相手はこれリフレクター普通に貼ってくるでしょ、そこにフクスローちゃん行っちゃうわけ。オッケー、リフレクターでこれで相手で無理でしょ。そしたらもうこっちはまあ多分叫ぶ尻尾引いてくると思うんだけど、研磨行きましょうか。カビツゴン来るけど、いやー寝てんのか、そこ寝てんの、ちょっと起きてほしかったな。フェザーダンス行けばカビゴンの火力なんてもうないんで、ちょっと待って、5ターンぐらい寝てないこれ、フクスローねえ、ビボンバ、いやこれ耐えるはず、オッケー。フェザーダンスぶちもんで、さすがに起きるよな、結構なターン寝てなかったか。あくびを打ってくるけど、うーん、なるほど、もうフェザーダンス連打しちゃえば、でそしたらまあ多分プリンちゃん来るでしょ。ヘビーボンバーで、はい、全然効かないよ、おい分かってんのか、フスローの怖さを。まあカビゴン引いて、でじゃれつくはもうあと多分3回くらい耐えるから、いやーめっちゃ寝てんじゃねえかよ。ただ相手も眠りたら消化してないもん、だからここはフェ研磨よ、研磨。お互いすやすや寝てる頃、オッケー目覚ました。さあこっちの方が早起きだったようだ、パステルのプリンちゃんよ、甘いプリンで寝てるがいい。多分あのじゃれつくね2回耐えるから、オッケー、はい、俺の勝ちはもう確定なんじゃねえかな。天枚泉でもう十分じゃねえかな。リフレクターなくなって、バトンタッチだ、はい寝てる、はい、バトンタッチで、さあ3匹目いっちゃっていいっすか。こっちの切り札はバウッツェルでもフクスローでもない、このケッキングなんだよ。まあ自信かな、はい、なんかしてくる、リフレクター張ってくる。いやただしかし攻撃4段階上昇地震でこの豚この豚っ腹ですよ皆さん。結局可愛いポケモンってね、怠けをやっぱ受け入れてあげないと、やっぱ可愛い子のね、あの欠点だとね、もう一般的に言われてるところを、みんななんかさ怠けを実質デメリットなしでみたいなね、もうそういう、もう考えのやつばっかなんですよ。ちゃんと受け入れてあげる、それがポケモントレーナーとしての第一段階なんじゃないでしょうか皆さん。そしてこのカビゴンに対してはどっちが怠けているのか、これ一般的に見たらこう怠けてんのどっちかって言われたらさ、このケッキングなのかカビゴンなのか、どっちが怠けてるポケモンなのかって分かんないでしょ。残念、ドレインパンチだ、このでっけえ腹にぶち込んでやれ。はい、HP 満タン。なんか、木の実食って、ね、一瞬でなくなった。一瞬でなくなって、フィラの実で回復か。なるほど。ヘビーボンバー？しかし、これはしっかりと受けて、で次、怠けかな？この、見て、足の裏。うん、こうスリッパ履いてるみたいな、足の裏になってるでしょ。怠けすぎて。リサイクリングかましてくるんですけど、まあ、おそらく次のドレインパンチを受けようとね。まあ、なんか変なテラスタル来るんで、
やっぱドレインパンチでいっかな。ゴーストテラスとか来たところで、うん、不意打ちでね、なんか落としたりすればいいから。ここは、まあ、ゴーストテラスやはり来るか。まあ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 。リサイクル、あくび、なんちゃらかんちゃらか。ヘビーボンバー、なんちゃらか。なるほど。怠けたんだから、まあ、自信打っといて。これね、ヘビボン連打でしょ。いや、これヘビボン連打なら、いや、急所痛いけど、不意打ちここ、ピンポで行くわ。カビゴンのピンポに行くわ。んでだー、ガシだろが。リサイクル、まあ、そうか、うわ、そう来るか。なるほどな。そうだよな、フィラノミ拾ってきちゃえばって感じだもんな。ただ、お前はこのリフレクターがなくなったという表示が、目に入ったのかな。ケッキング決めてやれ、自信だ。はい、突破。もうね、こうやって結局ね、怠けてても勝てる、そんなケッキングがこのテラスタル環境、フクスローと組み合わせることによって全て解決へと導いてくれました。誰つくで。いや、これはしっかり耐久して、うわ、攻撃下がったが、いや、ただしかし怠けが発動。いや、これケッキングで決めてえな。不意打ちか自信かだな、これ。ここはリフレクル自信だ。あ、ジェスカ、いや、ケッキング耐えないか。いや、よくやってくれたわ。だってこれ勝てるか。でも勝てるよな、これ、うん、あくび入れて、あくびだよな。フスローか。これはフェザーダンスを入れるべきだな、これ。森さん、やばいよ、やばいよ。え、あ、あ、ご、あ、え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 、